どうもこんにちは、宮脇です。僕のですね、日々やってる基礎練習というのは、意外なものは何一つなくて、結局この指をですね、均等に動かしていくっていう、そういうウォームアップから始めます。例えばこう人差し指から順々に押さえていって、そして1弦まで上がって、そして1弦から今度小指からこう順々に下がっていくような練習ですね。でそこからまずは弾いてみたいと思います。でクロマチックの練習というのはいろんなパターンがあって、指の動きもいろいろあります。さっきはですね、人差し、中指、薬、小指と、やっていく動きだったんですが、今度は人差し、薬、中指、小指という形でこう上がっていき、で1フレット上がって、今度は小指、中指、薬、人差しというこういう動きで下がってくる。でしかもですね、これをですね、8分音符とか16分音符じゃなくて、3連符のリズムに乗せて弾いてみたいと思います。油断するとすぐですね、リズムが狂ってしまうので、気をつけて弾いてみたいと思います。それでは。日々、僕はいろんなスケールを練習するんですが、ドレミファソラシドはもちろんやります。でそれでですね、コンビネーションオブディミニッシュスケールという、いわゆる通称コンディミと言われている、スケール、半前半前半前と並んでいるメカニカルな、フレーズなんですが、これをですね、4個ごとに、上昇していって、そして下がってくる、そういう、フレーズを弾いてみたいと思います。でスケールをですね、だらだら弾いていくだけだとですね、弦飛びみたいなことでピッキングがどうしてもこう柔らかくならないので、そんな時に僕はずっとコードアルペジオという練習は毎日やってます。例えば C メジャー7というコードだったらドミソシなので、ドミソシドミソシ、 A7 だったらラードシャープミソラードシャープミソ、レファラドだったらレファラドレファラドというふうに2オクターブにわたって弾いていくっていう、そういうコードアルペジオ練習、それを弾いてみたいと思います。ここでですね、ちょっと余談なんですけれども、基礎練習というとメトロノームを使うわけです。今日もずっと鳴らしているメトロノーム、そのですね、このメトロノームっていうのは実は iPhone アプリを使ってます。で、この間ですね、僕が監修する形でその名もミアメトロというやつを、開発しました。でちょっとこれ見ていただきたいんですけれども、わかるでしょうかね。はい、じゃあ起動します。じゃーん、こんな感じです。
なんとですね、こうギターがですね、メトロノームの針になっているっていう画期的というかジョークなのかよく分かんないやつなんです。これスタートをしてみます。どうですか、見やすくないですか、後ろスタジオです。でこのメトロノームをもうてなわけでいかがだったでしょうか。千里の道も一歩からというわけで、やっぱりですね、僕もこう怠けてしばらく弾かないでいると確実に指が動かなくなってあちゃーって言ってへこむことが多いです。やっぱり結局はちゃんと練習していると、その弾こうとした時になんか指が動いてくれるんでね、ストレスも、なくいけると思うんで、ぜひぜひ毎日そうですね、やっぱり夜はいろいろ飲みとかあると思うんで、とにかく朝起きた時に指を動かすと、でこう左手を動かすと右脳の活性化につながるっていうんで、僕は確かそうですね、大学受験の前に50分勉強して10分引くっていうスケジュールで半年近く、やってめでたく大学にも合格できたみたいな、ことがあったんで、まあ、ギターやめる受験だって言ってやめるっていうことは、しなくてもですね、やりようはあると思うんで、ぜひぜひ受験生の皆さんも、こうフィンガリングをやってですね、右脳を活性化してみてはいかがでしょうか。というわけでまた、機会がありましたらよろしくお願いします。どうもまた。